何者かということですか。はい、化け物です。はい、理解に苦しむものはみんな化け物扱いですからね。若さ、未熟、もういい、自然現象、第二のふるさと、生まれ故郷、一番欲しいもの、なし、嘘、たまには面白い、ルールで縛られちゃいけないもの、日本、そうね、宝物、地球のパーティー、ビロの美、これは命。はい、この世の通行手形。ああね、怖いものは何があるだろう。怖いもの、人間ですね。私はもともとこの世の中のね、基本っていうのを小さい時に悟ったもんですから、だから一人一人違って当たり前でしょ。この世の中で同じものがありますが、例えば動物でもあらゆるタイプの動物の種類が豊富でしょ。猫科だけでもライオンもいればピューマもいるし、ヒョウもいるし、そして三毛猫もいますしね、ペルシャ猫もいるのに猫がいる。犬だってそうですよね。どうして人間だけが確立的でね、同じでなきゃいけないみたいな思いをするんでしょうね、皆さん。それ傲慢ですよね。だからそれを知ってたから、私小さい頃から平気出してね、変わってるって言われても、変わってて当たり前だと思ってたから、有名になって、でいろいろ男女だとかね、女の腐ったみたいだとか非難されましたけど、普通は言われてる自分を責めて落ち込みますね。私が返すかなと思ってましたからね。じゃああんたは何なの、何があるの、どんな才能があるの、なんぼのもんなの、給料いくら稼いでんの、何者でもないくせにっていう言葉を持ってましたからね。だからひるみませんでしたよ。そういう戦いの連続でしたね。それを話すと長いんですけどね、うちが長崎市で、まあ、昭和初期ですからね、昭和10年以前ですから、まだモダニズムが世の中を支配してた時代で、軍国主義になる前だったんですよ。みんなそういう長崎っていうのは400年の国際都市の歴史がありますでしょ。オランダ、ポルトガル、イスパニア、エゲレスで、各人種、中国も韓国、朝鮮、いろんな人たちが雑居で住んでたんですよ。ですから人種差別なんてないし、でうちはまた繁華街で料亭とかお風呂屋さんとかカフェとかやってましたってね。一般的に今お風呂はなかったですからね、少々いいうちの方もお風呂屋さんに見えてたんですよ。で立派な身なりの人がもうコートからだんだん脱いでいって、でさぞかし立派な肌かと思ってたら、もう気の毒になるぐらい貧相な体してらしたりね。そうかといってその逆に、もう入ってきただけで匂うようなね、その労働者の労働着を着て野良着のようなもので、もう何年も洗ってないでしょう、すごい匂いしながら堂々と入ってきて、
それでまあみんな嫌な顔してじろじろ見てましたけどね。ところがその体が裸になると舞い降りの彫刻みたいな素晴らしい体をしてらっしゃるんですよね。でその時に着るものって嘘っぱちじゃないの、この裸のままが本当の人間なんだ。それから私は人を見る時に容姿容貌年齢性別国籍着ているもの持っているもの目に見えるものは皆さんなって見えないものを見る、それは心だ、その人の品性、そういうものが問題だって、そういう意識がね幼心に芽生えたんですね。でそれと今度はカフェといって水商売キャバレーとそのバーの中間ぐらいのスケールですね。でお客さんはありとあらゆる業種の人が身分を隠してお見えになるわけですよ。神父さんもいれば学校の先生もいるし政治家もいればいろんな人がいて、で初めはちょっと紳士然としてて酔うほどに正体を表して、でホステスさんのスカートの下や着物の裾から手を入れたり頭を突っ込んだりして引っ張られて頭からお酒をかけられてニヤニヤニヤしてるって、この人の昼間の顔何なのって、そうするとこれが本当の姿なんだって、ものを見る目がそうなってきたんですね。ですから揺るがなくなったんですよ、いろんなこと言われても。8月9日ですね。そしてその前の8月6日だったかな、広島に原爆が落とされたんですよ。シンガポール爆弾が落ちたという噂だったんですけどね。ちょうど9日の日は夏休みで宿題の絵を描いてたんですよ。で私自分の作品をね貼り出された時に遠くから見えるように立ち上がって絵を置いて後ろへ下がったんですよ。とその時にそうですねマグネシウムをね100万個ぐらい炊いたようなピカッと光ったんですよ。すごくいいお天気で雲一つない天気なのに私雷だと思ったんですね。こんないい天気に雷って思うか思わないか、その一瞬世の中の音がね全部シーンと世界中の音が止まっちゃったようにシーンとしちゃったんです。そしてダブワーッと今度はもう世界中の音を一時に集めたような音でうちが揺れる揺れて傾きましたけどね。でそれで一歩下がってなかったらやけどケロイドで私はやけどしてたんですけど、見るために下がったんですよ。下がったらピカッときて、でそして落とした途端に爆音が、それまで爆音しなかったんですよ。何の音もしないでいきなり落として、それで初め警戒警報が鳴って空襲警報が鳴るんだったんだけど、今度は警戒警報を通り越して空襲警報がブーンブーンブーンって警報が鳴って、そして後ろでお布団の手入れしていたお手伝いさんがこっちって言うんで二人で布団をかぶって、でそして音が消えてしまうまでとにかくじっとしてて、それから逃げようということでお手伝いさんと二人 で外は地獄でしたよ。馬が馬車引きのおじさんがねとにかく全身ケロイドみたいになってこう肉がただれてるってんでしょうかね、でピョン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 って飛び上がってるんですよ。真っ赤に焼けただれて、そして馬はドタッとこう横になってましてね、死んでて、でとにかく横目で見ながら逃げて、まあその間も悲劇たくさん見ましたけどね。それは私の実家の方で、母方の方は浦上の今天使堂あの爆心地です、そこの横でお風呂屋さんやってたもんですからね。それで浦上の方へ
一人で行ったんですよ。さあ、あちこちで、あ、ここにもびっちゃげてるんだって言って、あの黒焦げになった死体をね、掘り下げて、昭和という小学校の運動場にずらーっと死体が並んでるんですよ。大変な状態、時代でしたね。銀座の七丁目のね、キャバレーができて、で後にキャバレーが潰れてシャンソン喫茶になって、歌声喫茶みたいなもんですけどね。そしたらそこへ江戸川乱歩さんが見える、三島由紀夫さんが見える、川端康成さんが見える、遠藤周作さん、吉行淳之介さん、岡本太郎さん、そうそうたる人たちがどん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 見えるようになって、ファンになってくださって、初めは私普通の男性らしい格好をして歌ってたんですよね、シャンソン喫茶でも。どういう格好しようかしらと思ってずっと図書館で調べて、でそしたら明治まではね、そういう男だか女かは分かんないよ。でお小姓なんかも寺小姓って言ってね、華美な服装をしたお小姓が女性の彼を務めてたとか、そういうのは書いてあったんで、この日本の歴史なんだから、じゃあそれを現代風にアレンジしたらどうだろうというんで、男でも女でもない格好を私はやり始めたんですよ。髪の毛も全部、当時は天然の赤毛の人でも戦時中は髪の毛持って振り回されましたからね。でそれに私は紫色に髪の毛を染めて、終戦後初めてそういうものが入ったもんですからね。で紫ずくめで歩いて、で銀座を歌いながら歩いたら、銀座に紫のお化けが出ると言われてね、で有名になって、昭和29年30年31年ちょうどそれくらいでしたね。私がで同性愛っていうことを言っちゃダメだって、葬られますよって記者の人にも言われたんだけど、家帰ってくださいって、私人を殺したわけでも物を盗んだわけでもありませんって、で日本のこれはね古い歴史で文化です。で私はそういうふうにしてると、もう同性愛だと言われて身内の人にも非難され、それで職業でもという一流の会社の人で明日から出社に及ばずって、同性愛がバレたら会社がクビになったりと当たり前だったんです当時は。で自殺した人もいっぱいいて、とってもねいい方だったのに、横浜の野毛山で首吊って死んだ人がいたりね、なんとかそれを阻止してね、とにかく非難するものもされるものも、でそれが間違っているということは分かるのに、そうだ私がとにかく公言して世の中へ出れば、そしたらわずかだけでもぞろぞろとね、我も我もとカニが這い出るように出てきて、プライドを持ってね胸を張っていられる生きられる方が出てくるんじゃないか、そう思ったんで、私はダメですよって言われたくて、いいえいいです書いてくださいって言ったんですよね。だから何かちゃんとした理由があれば胸を張って生きていられると思います。あちこちで、まあ国によってね、東京都でもそのジェンダー男同士女同士いろんな人たちじゃないか、区別差別をなくして、で結婚なんかもね認めましょうみたいなところもあるわけだし、ああやっとここまで来たかと思って、でまだ日本っていうのはね別名なんていうかって、ヤマトの国って言うでしょ。どういう字を書くかというと、大きな和の国、大きな心で和やかに
輪になって一緒に暮らしましょう。男も来い、女も来い、とにかく人間であればみんな来い、動物も来い、ね、貧しいものもね、綺麗なものも綺麗じゃないものも何でもいいから、はい、いらっしゃりたい、輪になって大いなる心で暮らす国、それが大和の国。そうじゃなくなったら日本じゃなくなるんですよ。自分を出したいと思うんだったら、自分らしさとは何者か、その自己の確立ですよね。自分がどういう系統の人間か、文化系か理工科系か、美術、文学、音楽、クラシック、何でもありますよね。まずそこから解き始めて、でそっちの方の今度は方角が、方向が決まったら、と知識教養を身につけて、でそれして揺るぎのないものにしていけば、それが自信につながりますよ。何もしないでね、とにかく自分らしさ自分らしさって言ってと、ちゃんと基本が根性ができてないから、で人に言われるとゆるぐでしょ。とにかく自己の確立、まずそれからですよ。でそれがちゃんとすればね、少々のこと言われても揺るぎもしませんよ。そうね、だってこの世だけでもいろんなことやってきて、そんな人いないってよくね、三島さんにも寺山さんにも言われたけど、頼朝家の歌でね、労働者のね、社会派の歌を作って、で戦争反対の歌なんかも作って、でそういうふうな労働会何かを作ってるかと思うと、急に今度は女方で、現代女方で容易な女族の芝居やったり映画を撮ったりしてるでしょ。もうあれもこれもあれもこれも随分可能性のあるものをやってきたわけじゃないですか。それでうちの近所のね、幼稚園の子たちや小学校の子が前を通るときにばったり会ったりすると、わあ、美輪さんって本当にいるんだと面白いですね。ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。食べるからね。全部光が輝いて明るくなるようにということで光明、輝き始めてますよ。もうすでに、ありがとうございます。どういたしまして。